宮城県はご覧のように小選挙区が前回から1つ減り、5つの区に分けられます。お伝えしたように、1区は前回3区だった仙台市太白区の秋内区が1区に復帰し、青葉区と太白区で構成されます。2区は前回と変わらず、仙台市の宮城野区、若林区、泉区です。3区は仙台市太白区の秋内区が外れて、ご覧の仙台より南の全域です。そして大きく変わるのが仙台より北の地域です。4区は石巻市や塩釜市、多賀城市、東松島市、富谷市などです。5区は気仙沼市、登米市、栗原市、大崎市などです。4区、5区、6区の3つの区が2つの区に再編されます。